はい、ワード2、お疲れ。久々ドラム叩いて汗かきました。上うるせえな、ガタガタガタ。はい、こんばんは、エミちゃんいらっしゃい。何人ぐらいであのコミュニティ回してるんですか、ニコ生の。わかんない。把握してんの5人ぐらいだけど。うん。何？もともと何？イラストを描く人集まるみたいな。デザイン。デザイン。何のデザイン？だから、まあデザインに関連してれば何でもいいよみたいな感じで始まったんだけど。ほう。今なんかみんなで配信したら何ポイントとか、うん、動画を上げたら何ポイントとか、うん、声画を上げたら何ポイントとか、みんなでこう、うん、分配する。争うわけではないけど。そのポイントが別に金銭が発生するとかいう。あ、そのコミュニティ内でそういうふうに楽しみましょう。ああ、なるほど。あ、でもまあ面白いここもロミだよな。コミュニティは伸びるし。なんかチームで配信するのは結構面白いと思う。忘年会兼、集まる兼みたいな。うん、集まって、はいはいはい、そこでじゃあルアーを作ろうと。おお、ルアー作ってる工程を動画撮って、うん、で動画も上げてくれと。ほう、初の試みだから。おいおいおい、まあ、ルアー作るのはずっとさ、うん、できるんだろうけど、その動画質とか上げるとか、静画は何個か上げてみたら。でも、釣ったらさばいて食うんすか？いや、ほとんど食わないね、自分で釣りに行ったの。もうリリースし。一つ釣りに行った時は食べるけど。はいはいはい。食えるっていいなぁとか思って。なんだっけな、クレイジージャーニーって知ってます？松本人志の番組。この前なんか、イノシシを生で殺して、もう本当に殺すんですよ。で、屠殺して、そこでちゃんと料理として出してるおっちゃんがいて、で、なんか、すげえかっこいいなと思って、やっぱり。屠殺シーンは OK？ トシーンはカメラ引きましたね。ごめんなさい、出ますって言って。カメラマンが出ました。ルアーは何？今ね、木を削り出して。自分のルアーの方が釣れるんですか、やっぱ。釣れる釣れないは、もうその状況で全然変わってくる。はい、こんばんは。バタフライテールいらっしゃい。こんばんは。そうそうそう、バルサとかヒノキとか、ドーナツとか。なんか食うものに直結するものってかっこいいよ。なんか最悪ホームレスとかになっても釣りで生きていけんじゃないかみたいな。魚か。飲んだからバルサガイって出てくるけど、まあ、知ってるの？もう結構なんかいろんな知識が詰め込まれてますよ。あの絵とかどうですか？いいね。もっと描いてほしいなと思って。イラストとか。そうだよ。あげればいいね。絵描いてるから。なんかノンタンさ、キャンパスとかも固定化してガンガン描いてればいいじゃん。一日中ひたすら。なんかで引っかかると思うよ俺。描いてるだけの配信。でもいいしさ、配信絡めなくてもいいと思ってて、なんか。流れでも描けるしね。なんかやっぱアウトプットした方がいいよ。そう、アウトプットしてないから君アウトプットしなさいって言われて。誰から？その部の主から。はいはいはい。それで始めたんだ。おお、そう、なんか今の時代ってすごくいい時代だから、何でもこうやって興味ある人に届けられるってすごい時代だと思ってて。自分は部員になったつもりはないんだけど、いつの間にかそのメンバーに部員されたんだ。構成員にされてる。へえ。ぐらいの。油の、うん、なんだ、絵の具の食感がいいんだよね、描いてる。おー、アクリルじゃダメなの？そう、ちょっと違って、うん、キャンバスに油っていうのが、うん、素材が、そう、
素材の塗ってる時の感触とか気持ちって。へえ。侍配信とかないから。うん。だから。油絵描く人とか少なくなってんでしょ今やっぱり。うん。まあ逆に価値出んじゃないの。うん。みんなデジタルでやっちゃうから。ですよね。うん、でもノンタンの画風ってあれだもんね。あのなんつうの。攻める感じだもんね。攻める感じ。なんかその風景とかデッサンとかいう感じじゃないじゃん。あもう抽象画のジャンルでしょあれ。うん。抽象画っていうのは何その、もう、心の中にあるものをひたすら描くの。っていうか、ルールがないんでしょ、結局。ルールがないけど、まあ、テーマはあるけど。うん。それ学校の先生とかどうやって教えるの？もっと感じろとか言うの。わかんないけど。教える方する。感覚を身につける。だからもう感覚の話をずっとしてるんでしょ？そう。すごいよな。だからいっぱいいろんな人の作品を見てどう感じるかとか、うん、お普通だったらさこのタッチを模倣するやり方とかを教えるわけじゃん。この筆はこうやって線を引くんだよとか。そうじゃないもんね。それはもうなんか基礎レベルの話で、おそれはもうなんかできた状態で、うん、そっからさらになんだ、そっから大学に行くみたいな。うん、あ、もうそれはできるのは当たり前なんだ。そう。え、じゃあ普通に風景画とかも描けんの？別に。描けるんだ。風景とか人物とか、うん、写実的な方法っていうのは、うん、基礎で、うん、叩き込まれるんだ。高校とか中学とか予備校とかでもう終わらせる。そういうところでもうすでにやってて、うん、でそこからさらに、うん、もっとそれをやりたい人がそのクラスなんですけど、うん、もうみんなそういうのやり尽くしてきちゃってるから、うん、やっぱり抽象とか、うん、なんだろう、うん、立体とかやったりとか、うん、いろんな方に、うん、へえ。でやっぱり好きなジャンルは抽象画なの？自分的にしっくりくるのは抽象画の方が楽しい感じ。ああそうなんだ。好きなことなら続けるべきだよ絶対。そう思う。金になるとかならないとかじゃなくて、うん、ライフスタイルにすべきだよ。応援するよ。普通になんか風景を描いててもつまらないっていう。写真撮ってそれこそフォトショーで加工すればいいじゃんっていう話になっちゃうから。そうだよね。だってさ昔なんで風景画とか肖像画とかねやってたかってあれ写真だもんね要は。だからリアルにっていうことでしょ。そうなんだよね。写真ができちゃうと、絵の具を重ねていくことによって、うん、その偶然できる、うん、なんかその、なんだろう、うん、その質感みたいのが出てきたりとか、うん、そういうのが面白かったり、自分の考えていることとは違ったものが出てきたりとかが楽しい、うんうん、なるほど。え、デザインやるんすか？なんでデザイン部に入ってんの？何かな、珍しいから。ああニコ生でデザインとか。へぇ、ニコ生なんかすごいイラストレーターとか隠れてるからな。すごい人すごい。すごい、ほんとにニコイズムさんとか生主最近やってるけどめちゃめちゃすごい。へぇ、今日集まり悪いな。なんだ、ドルバ。うん。みんなお出かけしてきますとか言ってさっき言ってた。あ、言ってた。おお。ちゃんとかまた帰ってきたりとか。あ、そうなんだ。やっぱドラム配信ってあれだよね。声乗せらんないからさ、限界があるよね。どうやってもね。喋りを楽しみに来てる人が多いから。そうだよね。まあ、チラッと見て5分、5分も見れないの。3分で飽きるよね。うん。なるほど。音楽聴いてるだけの配信になっちゃうから。だよね。うん。しかも素人が叩くドラムとか誰が興味あるんだってなると思う。うん。そうなるわな、やっぱり。うん、なるほど。今日はなんかでも、やっぱ音楽ついてるからまだ聴けるっていう。iPhone であそこで流してればいいんだよね、なんか。
でそれ練習で叩いてれば、いや、いい場所見つけたわ。前はなんかドラムだけだったから、辛かったけど。辛いよね。うん。どうしろってんだよね、あの。今回のはまだすごい良かった。意外と音綺麗だったね。歌ってて自分の声がどうなってるのか全く分かんない。あー、あれはバンドあるあるですよ。結局そのなんかあれってプロのライブってここにイヤホンつけてるんですよ。で自分の声聞いてるから、うん、だけどあのライブハウスとかだと自分の声聞こえてない状態で歌ってますね。みんなもう練習で癖づけて。ドラムを頼る。うん、そうだね。楽器の音だからもう本当に音感ないと厳しいよね。やっぱりドラムもベースの音だけ聞いてればなんとかなるけど、ギターの音に釣られちゃうんだよ。そう、怖いな。自分が歌ってないのかな。あー、いや多分声入ってないと思う。入ってない。うん、ただ単に音が流れてるだけ。うん、あの相当声量がないと届かないです。あのマイクのボリューム上げても無理。それはマイクを繋がないと無理ですよ。綾野剛ナンパ企画で何人も数秒で成功して辛い。綾野剛が分かんないよ、誰か。もうでもイケメンなんじゃん。数秒でナンパ成功する顔でしょ結局ナンパ。あと声のかけ方上手いんじゃないのやっぱり。数秒ってすげえな。オーケーする女の子の方もすごい。でもナンパされたら女の子ってやっぱ嬉しくないですか。そうだ、絶対可愛いって言われてるようなもんじゃないですか。ダメな人はでも絶対ダメじゃん。ああ、いやでも今時います。今時ナンパする人がいないから楽しいんですよ多分。そういうかけるのんたん、ナンパされたら番号交換するでしょとりあえず。いやだ怖い。あそうなんですよ。この47にしてナンパされるって怖いっていう。ナンパされたんだよ、のんた。え？光栄ですでしょ。いや、嫌なんだ。新宿ソアンに出てる人。なんかどっか連れてかれてお金取らせよう。占いしますかって。あー、まあ、新宿多いかんな。A か、A かはね、デート商法ね。可愛い女の子が A 売ってるよ。そう。それで論破したこと。なんだよ、論破。いい年こいてさ、そうさ、もうさ、の、ちゃう、ほんとに。街角論破。そうそう。なんか、あの、ネットの世界が長すぎるから、もう現実世界に、その、なんつうの。論破を持ち込んじゃうんだ。論破とか、もうそういうのを持ち込んじゃうんだよ。なんか絵を見たから見に行って、うん、でなんかもうすっごい高い値段で売ってたから、うん、この人の作品はなんとかで、うん、どういう技法を使ってて、うん、まあそうじゃん、説明してあげて、うん、でこれだといくらぐらいですよねって言って、そしたらなんかふーってフェードアウトしてた。あれ何、技法でやっぱり値段って変わるの？変わる。え、誰が描いてるかじゃないの？誰が描いてるかもあるけど、うん、技法だとあるんだ。シルクスクリーンって大体なんか売ってるのって、広山形とかのシルクスクリーンだと、あれだと、そう、全然わかんない。印刷するだけさ。で、ナンバーが一応書いてあって、うん、何分のいくつとかいう。はい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 。で、最初の方に作ったやつの方が精度がいいから、うん、だん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 なんかその精度が悪くなってくる。へぇー。その番号だ。へぇー。そういうのもあるんだ。はい、ワト2にはいらっしゃい。うん、へぇ。よくやってるのがラッセフと広山形。はい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 。あれがなんかその、なんとか商法みたいな。おー。だってラッセンってそれで億万長者になった人でしょ？そう。その技法を作った人だよね、むしろ。なんか売り方を。そうそうそう。画家じゃなくて、だからマーケッターとして有名な人でしょ？だから、ある意味。まあ、画家としても有名だけど、もちろんいい絵だと思うけど、なんかそのやり方がみんな嫌いっていう。だよね、うん、ラッセン批判する人それ多いもんね。だ、商売人としての技術もあったってことだよね、ラッセンには。詳細、うん、親知らず抜いたことないね、うん、
親父ここで親父が出てくる。そうそうそう。どういう、その話、なんだろう。いや、いいんだけど、いいんだよ。この話興味ないから別の話題にしようっていうのはいいんだけど、親知らずの話でさ、話広がんねえじゃん。まあ、俺は自分で歯茎切開して出したけどね。デザインカッターで、生えかかってきたのを、歯茎をこう。いい気持ち。そうするとうまく生えてくる。何それ怖い。切除して、カッターで。自分で。元に戻る？うん。すげえ。それバキッて取ったの？あの、歯茎をデザインカッターで、真ん中にピーって線入れて、怖い。くるくるって、歯の形に抜いて歯茎を。で、ペロって取って。おお。そんなすぐ歯取れんの？歯じゃない、歯茎。歯茎？痛くない？痛いよ。痛くない。痛くない。視神経は2番目に痛いんだけど、うん、歯茎自体はそんな神経痛くないから。ああ。歯は痛いけど、歯茎は痛い。明日歯4本抜くんですけど、恐怖で寝れません。まあ痛いだろうね。一気に？一気に4本。普通用で一気に4本は痛いよね。2本ずつとかね。それ破医者じゃん。大丈夫？俺も4本一気に抜くなんて聞いたことないよ。ショック死すんじゃない？上と下抜くんだろうな。歯は相当痛いぞ。すげえな。まあ。時に、なんだろう。頭蓋骨についてるから。え、そうなの？振動が怖い。へえ、怖っ。ミリミリっていう。うわ、やだ。え、歯ってでも、なんかこう、歯、なんか歯の形で取れたりするじゃないですか、喧嘩とかで、うん。あれはどういうこと？歯の形っていうか、あれこういうふうにこうギザって、うん。うん。それはポコッと抜けてるんだけど、その先に、そう、交神経が入ってて、歯根って言って、その先の奥に、顎関節っていうのがあって、そこで繋がってる。だから、この辺の神経が集まってるから、めっちゃ痛い。へぇー。ご愁傷様です。やめといた方がいいよ。違う医者行った方がいい。両方は辛いですよね。しばらく喋れないよ、ね。麻酔しまくっても。麻酔が切れたら地獄ってこと。痛み止めもらえたら多分大丈夫だけど、その痺れてる間が辛い。わあ、わかる。なんかほっぺたがずっと落ちてるみたいなね。食事取れないでしょ。あれ何なんだろうね。あれ怖いよね、麻酔って。グーやから先輩やたら人集めてんだよな。どんな話してたの？やっぱやから系なんじゃないですか。珍しい分野、ふわっとだよ。うん。ロキソニンで覚醒する予定。いや、逆だよ。おとなしくなったよ。ロキソニン腸閉塞になって死んだりするから気をせよった方がいいよ。腸閉塞って腸がピタッとそうそうねじれてくっついちゃったりとか、うんこで、うんこが詰まってくるじゃん。こう、え、死ぬ。まあ、そうですよね。うんこできる。え、逆流するの？そういうの、腸が破ける。詰まっちゃう。で、毒が抜けないと。そうそうそう。循環器的におかしくなって。え、でも、3日間うんこ出ないなとかあるわけじゃないですか。気づかないってこと？え、気づく。気づく。でも、ほったらかしで死んじゃうってこと？でも、バン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 、膨らんできて。病院なんで行かないの？いや、行って、行くけど、手術しても、あ、もう手遅れみたいな。怖っ。で、腸が元に戻る力がないと、いくら手術しても。怖っ。怖っ。歯4本どころの話じゃない。なんでそんな危険な薬、処方されてるんですか？薬なんてみんな危険だよね。だから俺思うんだけど、メンヘラ特有の喋り方ってあれ絶対薬のせいだと思うんだよな。ろれつが回んないのは。そう。女のものを麻痺させてるわけだから。特
にあと太ったり痩せたりってあれ味覚が狂うんですよ。舌がビリビリするっていうか。あとあれでしょ、栄養も吸収が良くなっちゃったりするでしょ。ああ。おえー怖くなっちゃってコメントできなくなっちゃってんだ何回かに分けるより1回でって言われました。普通分けろ分けようっていうはずなんだけどな。ちゃんと証拠出してもらった方がいいね。そうなの。でも虫歯ですら数回に分けない？今。ね、削って、うん。で今度はめましょうとか、この本数はこっちでとか。だいたい30分ぐらいだよ。うん。そう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 。医者もさ回数重ねられるからそっちの方が金取れるわけじゃん。一回でやろうって何なんだろう。忙しいのかな暇なんじゃない。暇なの。めんどくさがりや。まとまった時間が空いてたね。そこに入れちゃったんだなんだろう。もう歯医者で一気にやりましょう聞いたことないな。でも歯医者って難しいって言いますよね。いいところ行かないとダメだ。ほとんどやぶだからね。おコンビニより多いからね、歯医者って、うん、航空外科みたいなところ、うん、歯医者選びは結構有名、当たり外れでかいって有名だよ。もうほぼ外れだと思った、うん、医者になれなかった人が行くところ、うん、え、なに、医師免許の歯医者って一応医師免許内科より簡単だけど、おー、下手したら手術とかするから一応口の中に。え、でも医師免許なの、あれはジャンル的には。注射したりとか、そういうの医師免許がないとできないから、うん、塗ったりとか、うん、塗ったり切ったりって。でも儲かるんでしょ、会社って、一番。儲かることは儲かる。でも今いっぱいあるから。あ、そっか、激戦区なんか。なんか俺ばあちゃんに手先用だから歯科技講師になりなさいってずっと言われてたの、うん、ならなくてよかったよね。だって今 CAD とかでさ全部自動設計じゃん、うん、手でこねて作る人なんかそういないじゃん。あれはあの歯の型を取って、うん、あの石膏を流してっていうやり方だから。そう、その技講師、そうで、その削ったりとか最終調整手でやるわけじゃん。高級取りだし、ちゃんと手に食つけたら一生食いっぱぐれないからって言われてたんだけど、キャドでしょ今。いや、そんなことない。そう、うん、うん、それはもうぴったり合うまで手でやるんだ。そう、頑張って。じゃあばあちゃん言ってたこと正しかったじゃん。うんばあちゃんすげえな。ごめん、バカな孫でその方で止めて、またさらに、うんぴったり合うように削ってとか、うん、うーん何の話だよ本当に器用な人じゃないと大変できないと、株とか FX とかやってるんですか。いや、ない。あ、こうなるだろうなとか思う。実際にやろうとは。あんま興味ない。現金商売の方が好き、うん、株やろうかなと思ってて。なんか金増やすことばっかりに集中しちゃって、うん、なんか廃人っぽくなりそうだ。あずーっとモニター見てる人みたいな。一定期間だけやるんならいいけど、うん、確かに、うん、そうだよな。トレーダーの部屋になっちゃった。いや、なんかその時間、やっぱその旅に出て稼げる仕事っていうのをやっぱ常に考えてるわけよ、うん、で、配信、ネットのサイト運営、
プラス株とか3個ぐらい蛇口作っておけばどれかダメになっても大丈夫じゃねみたいな。曲どうなんだろうなと思って。常に張り付いてるイメージがあるからさ。でもそうじゃないと稼げねえよな。そんな甘くないよな。やればできるんだ。やっぱね、1個の方に集中しての方がいい。あれこれ手出すね。ダメ。やっぱ集中できなくなっちゃうんだよね、結局。でも俺配信で年収1000万とか1億とか超える業界になるとも思ってないんだよね。むしろどうなんだろうな。伊勢岡さん今日リスワンに必死で、リスワン大変なんですね。いや大変だよ俺。でもあれ今年1年は全部の月取る自信はあるけどね。よっぽど大手が溢れ返らない限り、毎月30番以内に入る自信はある。っていうのも、リスワンね、11月、12月、5000人とか6000人なんだよ。で、先月、今月か、今月が3000いくつぐらいだと思うんだよね。だからね、結構ね、取るよっていう日はね、企画ぶっ込んでいけば、タイミングタイミング、そう。要は空気の読み合いなんだよ。要は、あ、この人今日取りに行ってるなっていうのはわかんの、配信者の中で。あ、でもこの人と勝負したら負けるなとかさ、この人と勝負してもだったら次の日ずらした方がいいなみたいなのあんの。あ、でも頑張ってるじゃん。伊勢岡何が面白いだろう。伊勢岡は何だろう、バカだ、バカなところずっとリスナーに何するか聞いてるよね。どうするわかるわかる何どうするってわかるわ。エセアカがふわっち来てから、いやむしろなんか金に目がくらんだ典型例だと思っててだからなんだろう、金稼げんの、じゃあ俺もうニコ生やめるわ、金金金でぐだっていったパターンっていうか、なんだろうね。エセアカファンいたじゃんね、いっぱいいっぱいいるから。でもあれだな、不安で稼いでんじゃない、稼げてんじゃない。まあでも30万とか40万とか稼げてるけど、それはそれでいいんじゃない。まあいいんだけど、なんか俺仕事始めた伊勢屋とかがすげえ面白くて、なんかずっと働いてなかったのに就職しだしたんですよ。で毎日なんかスーツ着て、そのなんか神田川みたいな川辺でそのタバコで黄昏るっていうキモい配信をやってて、それがめちゃめちゃ面白いんですよ。もう俺もなんかもう配信者じゃなくなっちゃったから寂しいよなみたいな。キモさが売りってのあるよね。それがシュールで、なんかごめんなみんな配信できなくてみたいなのをめっちゃなんかドラマみたいなロケーションでやるから、こいつアホだなと思ったらクビになって、もう爆笑だよね。だから底抜けのアホなんだよね。天然でガチで全部イケメンと思ってて、イケメンが売りと思ってるか。まあ顔は別にイケメンだとは思うけど、中西仁と。中身がもうすっかかんのそう、だからそれをなんか眺めるっていうか、それが正しい見方。カナンコの言ってんのを楽しんでる。あ、そう、ね、内容求めてないだけどエセヤカはそうじゃないと思ってる、そのギャップが面白いんだろうね。なんかごめんね俺イケメンでみたいな。可愛がられてる系だよね。そう、まあ嫌いじゃないけど面白いと思う。なんか動物を観察するみたいな。でもね、女絡みやさせた方がいいと思うよ俺。エセヤカ色恋沙汰に発展したら多分面白くなるんだよ、女がピアピア騒いで。難しいよな、狙って面白いかどうかっつったらまた違うから。極端な話は面白いから人が集まるも違うと思ってて、長く続けたもん勝ちみたいのがあるよね。そう、長いからね、餌が長いもんね。ダウンタウンの松本働くおっさん劇場、
なかなかおっさん劇場面白いよね、のみさんね。大好きだよ俺。だからエセアカに関して言ったらそんな感じですかね。なんでブレイク、急にブレイクしたんだろう。いや、知らないよね、そんな。ずっとかそってて、いきなりなんか子とかじゃないの。いやもうちょっと前から急になんかブレイクし始めた。なんかもてはやされてる時期あったよね。ひなのだな。ひなのだ、そうだ。ひなり、ひなり。ひなりか。ひなりだ。ひなりとことかって付き合って、そうだ。ひなりんちに住むようになって、それでなんかだんだんなんかブレイクしてる、うん。そうだ。思い出した。そうだ。今日そうまとめ。今日そうまとめ。そうまとめ。そうまとめ。俺がまとめんの？そう。そう。俺が来てから。何をまとめればいいの？だ感想、感想まとめ。俺が感想言うの？逆じゃないです。え、俺が言うの？俺が来て、ワードが感想。全然それ違うでしょ。え、俺が言うのか？リスワンがやばい。リスワンがやばいって何？順位が変わった。ライバル。まとめ今日の。あ、本当だ。せやかもうダメだ。あ、いや、まだいけるよ。まだいける。この人何？ラブヤンっていう人がもう一回配信つけたらアウト。なんだろう。タイガさんよかったよ。まとめ？いや、俺は、だから。ちょっと見えてなかったし、みんなどう思ったのかっていうのは。いやだからいきなり来るっていうのが驚いたから、今までそのリアドする流れなんてなかったから、だからまあ面白そうだなと思って、もう全然来て来てって感じだけど、なんだろう。まあ生い立ちとか生き方が面白いって感じがひたすら、もう楽しかったっす。ありがとうございます、ほんと。お土産までいただいて。お土産入ってもさ、前さ、ドアにプレゼントがあってたのって。あれどうなの？缶詰？何だかには知らないけど。あれはクジラの缶詰で普通に家で食った。誰だったとか、その後の全然わかんない。わかんない。え、だってわかんなくない？家の前に定期的にあるんだよ、缶コーヒーがポンと置いて。ニコ生の時は定期的にありましたよ。1ヶ月に1回ぐらいは。ポーンと置いてあって。え、誰とか見てさ、なんかかかってるとか言ってるからさ。あ、でも、なんだろう、その時は、逆に嬉しかった、その、有名配信者みたいな。それだって一番最初だよ。あ、初期リスナーだわ。俺が一番初めて生まれた、初めてもらったのがそれだもん。うん、手編みのマフラー。ポンタが捨てたけど。誰これ、誰の、そう、俺の生まれて初めてリアドツの、うわ、うまそう、なにこれ、なにこれ、めっちゃうまそう、後でいただきます、なにこれ、ダブルマロン、なにこれ、あざっす、うん、もう、なんだろう、いや、また絡みましょうぜ、定期的に。でも、ふわっちの方が人は増えやすいと思う。やっぱり、ふわっちでふわっちやるって言ったら、さっき朝、浅井さんが来た時も、やっぱ30人ぐらいバーって見に来たし、ニコ生だとやっぱちょっと手間、遠いのかな、感覚的に。うん、でも他の配信サイト見てる人からフワッチ見た人いると、あいつフワッチやってるなんてめっちゃある。あ、でも俺正直言うけど、本当にフワッチはニコ生もキャスも超えると思ってる。マジな話、やるんなら今が一番熱いと思ってる。あの時やってたやつら美味しいよなって言われると思う、うん、だからニコ生でミズニャンとか全然人気なかったけど、もうツイキャスじゃね、無双なわけですよ。ああいう現象が起こると思う。そういう感じ狙ってるけどな。
返り咲いたかというか、ずるいわっていう、多分今年かなり不発勝負だと思うんだよ、なんかなんでそれがわかるかっていうと、機能改善とかバージョンアップってニコ生って4年に1回あるかないかじゃないですか。2ヶ月単位ぐらいでぐんぐん良くなっていくんですよ。例えばその動画のダウンロードとかもできるようになったし、ポチッと押すともう動画のデータが手に入ったりとか、その配信者がこれ欲しかったっていうのをちゃんと作ってくれるっていうか、こんな感じですかね、どういうふうに創設されていた、こうやってできたこれっていうのも俺特定してたどり着いた。ここに会社名あるの分かります？隠れて、要は会社名とかが隠されてるんですよ。こういうところ飛んでいってここの会社かって言って、もう会社の特定まで終わってる、経営者誰かも分かってる。で、すごい面白くて、超若いベンチャーの社長なんですよ。で、結構いろんな、その、実業系の会社。会社情報とか、この人。だから、まあ、本気でやってるなっていう感じはしますよね。なんか、なんだっけ、なんとかデバイスみたいな、Google のあるじゃないですか、カメラつけてっていう。それを作ってます、今。なんかこの会社面白いと思ってた。資本金7725万、会社員、従業員57名。多分一個のテストモデルなんでしょうね。まだ、その会社としてバーンってやってますっていうよりは、俺らでもできんじゃねえみたいな。3人ぐらいで回そうぜみたいな。それでこれなんですね。そう。だから経営者としてしっかりしてるから、むしろ、ここの会社の株欲しいぐらい、本当に。そういう感じでいいんじゃないの？いろいろ株手付けなので、もうそこの株付けられる。相当コネクションないと無理だし、株渡してくんないよ。で、ベンチャーって言ったらもう7000万台って言ったら多分相当育ててる段階だから、大企業から出資が来るか来ないかとか、昔で言うとこの、多分ジャスラックとかの上場基準とかって2億とかだから売り上げが。昔で言うところの、なんだ、マザーズとか上場行くか行かないかみたいな、多分すげえ大事な時期だから、相手にされないと、むしろ今更っていう。だから3年ぐらい前とかに知り合ってたら、200万とか200万とかいう時代はあったんだろうけど、社会は何かを求めている気がする。社会はまあこんな感じ。触ってみます、よいしょ。そのデザインのところはインコを飼ってて、インコの絵を描いたりとかみんなしてて、人差し指出してもらっていいですか？いや、そのままで。こんな感じです。シャッカー。ちょっと答えますか？シャッカーって呼ぶ。すごいのか、めっちゃ懐いてきて、唇かみまくってきて。あ、インコはね、痛いんですよ。握力強くて。息を吹きかけると逃げるから、息を吹きかけると、本当は力ないから痛くない。釈迦は特に来たな、おいで。でもなんか指の間とか噛まれてなかった。時々本気で1回とかしかないかな。でも今お腹がはげちゃってるんですよ。鼻の範囲かわいて、ねえ、釈迦、ねえ、女の子でハゲちゃってるもんね。ありがとう。しかし人が、でも50人来たから、いい時期。
いい時間帯に。でも土日は人少ないっすよ、やっぱ。だからリア充が多いんだと思った。うん、この甘がやっぱ主戦場にしたい感じなんですか。いや別に何を主戦っていうのもないけど、うん、その配信してみて頼まれてやってみてちょっと面白いと思った、うん、それでそのアウトプットじゃないけど、うん、なんかしてその人からなんかリアクションがあって、うん、感想とかもらえたら面白いなって。ああ多分本当になんか分岐点みたいなのがいくつかあって、自分が1年半ぐらい経った頃だったんですよ、それに気づいたのが。それまでずっと地味にやってたんだけど、急になんか環境が変わったりして、そのなんだろう、リア凸が来るようになったりとか、そのなんだろう、知ってる人が増えてくるっていうか、長く続けていくとなんかそういうタイミングから急になんか配信がガラッと変わるっていうか、うん、定着していくと、うん、あとはまあ実力次第かな、うん、ありがとうドラム、さっきもっと聞きたかった、ありがとう、うん、いろんな人が見てるから、で見てる人は分からないじゃないですか、うん、だからそこだけ気をつければ本当に良くも悪くも、うん、こんな人が見てるんだっていう、なんか面白い出会いとかもいっぱいあるし、あ、インコないよ、あの文章、うん、文章スズメみたいな感じかな、うん、まあ、みんなインコっていうの、うん、インコしか知らない、まあでもそうだよな、俺も文章知らなかったもんな、鳥どうしたの、うん、昔から飼ってるわ、うん、知らないだけだろ、何にも。何年生きるんですか。うんと8年、うん、なんか月の餌代が多分1ヶ月サプリとか入れても500円ぐらいで、2000円ぐらい、2、3000円で売ってて8年生きるっていう、なんてコストパフォーマンスなんだっていう。インコそんな感じです。うん、スズメはね、飼ったらダメ、違法、うん、むちゃ可愛いよ、めちゃめちゃ懐くよ、うん、こんな感じ。スズメ飼えないでしょ。あ、スズメ飼ってる人いる、うん、あの保護を目的に怪我したとか。はい、こんばんは、うん、長生きの子だと10年とか、短い子で6年とか5年とか6年とか、魚は今3年目かなね、じゃあ。綺麗好きだからずっともう羽が綺麗綺麗。どうした？ついてるね。シャカこっちおいで。こっち。シャ。シャ。こっちは、さあ、いいか、甘えてる、大丈夫、よかった、どうした、うん、いいかな、うん、じゃあどうに急に甘えてるの、甘えてる時の声なんですよ、ちょっと高めのクッっていう音、うん、甘えたいの、うん、可愛いっすよね、なんか鳥って感情がないと思ってたから、うん、感情あるんだ。起こした時はすごいよね。すごいよね、怒り狂うもんね。キュ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 。おー、ブロリーさんいらっしゃい。あ、バカプレゼントありがとう。ありがとう。凶暴な。うん。鳥なの飛ばないぞ、こいつ。ニワトリか。いや、本当にもう、キーボードでずっとスマホいじったりとかが好きだから。
フリーメイソンとかは通じないですね。あ、でもね、あの感情はわかるみたいよ。怒ってる、喜んでるとか、そういうのぐらいはわかるらしい、なんか、うん、なんかその悲しそうとかそういうのは感じ取るみたいね。だからその高度な感情はわかんないんだけど、怒ってる楽しんでるとこぐらいはわかるよ。あと呼ぶね、うん、遊んでとか出してとか、餌がないよとかわかる。そういう、なんつうの、単純なメッセージは送れる、鳴き声で。うん、おいで、おいでよ、おいで、うん、おいで、こっち、ほら、来た。今ちょっと、この音は、あの、和んでる時に、リラックスして、こう、まったりって感じ。こっち、こっち、いいね。うん、多分気に入ったんだと思う、指が。で今その爪の甘皮とかつついたのは、あの、なんだろう、親しみを込めてる人とかを羽をこう繕ってあげようっていうことだから、今のは信頼した証ですね。グルーミング的な。ああ、だからその友達になったら相手の羽をこうきれいにしてあげようとして、こうつまむっていうか甘噛みするみたいな。あ、じゃあ何匹から飼ってもいいんだ。あの気性が激しいから合わないと、目の付き合いとかも喧嘩で、うまくいくとつがいになるっていう。鳥ってなんかやっぱり集団行動だから、優先順位とかすごいうるさいらしくて、だから他のを排除しようとするっていう。すごい、すごい数飛んでるもんね。だから一時期飲んだにも冷たかったもんね、なんか見下してたっていうか、うん、木彫りの鳥が動いてるように見える、こんな感じ。今度木彫りの鳥作りますよ。おお、いい。カイロプレゼントありがとう。ありがとう。まあでもここまで懐くとは思わなかったかな。多分16号ぐらいだと思ってる。16号？腕マッチョになってるでしょ？腕太くなってるよね。絶対。トレーニング、やっぱあれですよ、トレーニング、トレーニングを毎日この上腕に頭筋を鍛えてるので。はい、おたねこいらっしゃい。うん、うん、腕太くなったよね、絶対ね。太った。うん、羨ましい。あれでもなんかリスナーさんで誰か俺の配信きっかけで文章変え始めた人いたけどな、誰だったっけ。そういえば釈迦と同じお揃い名前にしたって言って、空って名前だったと思う、確か。空かな、空だか空だかっていう文章買ってるリスナーさんいるよ。え、ニコ生時代のことは何だったの。言わない、秘密だね。秘密？超気になる。なんだろう。それは当てていただきたい。でもゲストでも、ゲストの時期もあるでしょ。ゲストの時期あるけど、ツイキャスほとんど見ないから、でも。え、でもツイキャスでゲストで打ってたじゃん。うん、なんだろう、ゲストの前って。見てる時はまとめてみる。そうそうそう。離れる時期と、そう、ずっと見てくれる時期があるって。なんだろう、え、その1個のコテハン、ずっと変わってない。あんまりコテハン言わないけど、コメントしないけど、印象には残ってる。もう絶対覚えてる。なんだろう、ニコ生時代のこと、その名前面白いね、その言葉があるんだって。いいけど。なんだろう、そんなことがあるんだ。サメちゃん事件の解説面白かったっす。刑事事件手続き解説もありがとう。ああ、とんでもないとんでもない。サメちゃん出てきてよかったよね、先輩戦。何して捕まったの。金梅さんの家に合鍵で勝手に開けちゃって、不法侵入で、うん、固く侵入。うん、ゲストさんね、あのガチッチガチッチ、いつも今はガチッチで打ってるって、カイロプレゼントありがとう。ねえ、じゃ、
でも漫画みたいだね、ここに鳥がずっといるって。ワンピースのロブルッチかよっていう。クルッポーっつって。さあ、のんたん、坂ちゃん、お願いしてもいい？ああ、こっちやんのこっちがいい。ごめんね。やだよ、やだよ。バカったよ、ごめんね。散々遊んだからさ。あ、そう。あ、だからあんまりあれが飛び回んないのか。落ち着いてんだ。うん。ハト可愛いでしょ。うん。めっちゃ可愛いでしょ。うん。うん、ヘッドホンしてない、今日は。うん。頭の上に乗るか。漫画みたいじゃん。うん、ああ、ダメダメダメ、タバコの灰だ。うん、すげえな、なんかふわっちアウトロー配信者増えてんな。なんだこのやから感。やから先輩とか入れ墨のなんとかとか。何これ、大丈夫？便所太郎とか、いや、便所太郎さんはさ、まあそっちの人じゃないの分かるじゃん、うん、そう、なんつうの、その一斉踏み越えないじゃん、怒らせたら多分怖いと思うんだけど、うん、そのなんつうの、配信側の人間っていうかさ、そう、バンジーやってたよね。知ってる知ってる、あれいい企画だよね、うん、笑ってる顔かわいい、癒された、おやすみなさい、あ、おやすみなさい。海外行ってバンジー、太いスポンサーいるんでしょ、ワドツ、うん、2047-1120、電話番号じゃないの、大丈夫これ、うん、そういう人たまにいるよ、電話番号、嘘、そうしてる、なんで、わかんない、出会い目的、わかんない、女の子やし、嘘、やばっ、中二病の集まりやから系、アウトロー系が増える、どうなんだろうな、うん、キッズが増えだしたらちょっとやる、やる感じだ、やだ、最近多いキッズ、じゃあバンになっちゃえばいいんだよ、誰が、アウトローが、いや、アウトロー意外とならないんだよ、バン、よっしゃ、気持ちいいの、気持ちいいの、じゃあ喋れるんだ、今尻尾フリフリして交尾して交尾してだよ、ダメよ、じゃあ卵産んだら産ませてよ、そう、産ませてよ、発情期なんですよ、うん、お金を集められるって目をつけた。どうだろうな。次の山手一周やんないよ、もう二度と。本当に。もう二度とやらないよ。川口で行くと思う。超きついっすよ。いまだに膝痛いっすもん。ランニングシューズで行っても多分軽いだろう。川口素足だ。7時間で終わると思ってたのが17時間かかるって相当だからな、そろそろじゃあまとめますか、残り6分で切ります、一旦切ります、ありがとうございました、ゲストの、で結局何するんですか、リンダマンで行くんですかとりあえずガチッチリンですから、まだ未定で、うん、まだ名前は未定だけど、リスナーさんのガチッチさんです、あのニコ生やってます、ふわっちもやる予定ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、ツイッター絶対やった方がいいです、うん、ツイッターなんか気持ち悪いんだよな、なんでなんかつぶやくって意味わかんないもん、なんかあ、つぶやかなくてもいいんだよ、告知がいくから、うん、そこを経由してみんな見てくれる、そう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 、結局そのニコ生とかツイキャスとか何かがあってバンになった時に、うん、嘘うんこしたの、じゃあなんでうんちしたの、あ、いや、大丈夫です、のんたん、あった、大丈夫だよ、のんたん、うん、
だって豆しか食ってないんだからさ、豆と水しか食ってないんだから、うんこ別に汚くないでしょ。汚ねえか。匂いがないんですよ、その動物特有の。ついてるよ、うん、ただ一緒に寝てるもん。手のひら握ってこうやって この中で寝たりしてるもんね。こうやってこのまま寝て、俺も寝て坂も寝るみたいで、一緒にこうやってやるとおとなしくなるから、鳥って全然おとなしくなる。暗くしたらもう寝ちゃう。そう、電気消すと。袋かぶせたら寝るもんね。あ、寝ます寝ます、鳥は、うん、ねえさ、うん、じゃあガチッチさんでした。ありがとうございました。え、あのアカウント、ガチッチのアカウントで放送するの？今後は。どうなんだろうね。別アカウントしてもいいの？いや、どうなんだろう。それは。アカウント作るの面倒くさいからね、アプリ。うん、めんどくさいからアカウント1個でいいと思う。手、うん、洗うよ。うん、そうだね、フンはフンだから。ウグイスのフンって売ってるじゃん。え、食材？てか顔に塗る。え？ウグイスの粉のタイプとか。へえ。しかしちょっと派手すぎだな。肉水痛いらしい。うん。大丈夫さ。え？何これ？ストレスとかじゃない。いや、あの羽の生え変わりで春先になるとブワーって抜けて全部綺麗に生え変わるんですよ。ストレスか。ちょっと抜けすぎだな。チキンが見えたよ、チキンが。じゃあお疲れ様でした皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん、もう。